山本康太郎9月6日から1953年3月18日は愛知県北郡豊浜村須佐出身の八代山本田治兵衛の弟である。初代大野寺兵は文化14年浅井イを手編みする漁網の製造を開始した。明治期になって西木漁網の製造が始まり明治42年河津又た機が発明された。山本康太郎は 明治33年、豊橋に網太支店開設にあたりその主任となる。明治40年、網太号の分譲を受けて本店より、分離独立して、網、太支山本康太郎商店代表社員となり、巨毛製造販売を業とした。昭和12年から昭和14年まで、豊橋商工会議所会頭を務める。愛知県政務工業組合理事、日本政務を組合理事などとなる。 この間、昭和12年、製毛機の輸出を開始する。昭和18年、社長を、次男、山本忠に譲り、網太鉄工を設立した。昭和20年6月の空襲により、全工場が消失した。昭和26年には、製毛機は、アメリカ合衆国、ブラジル、台湾、東パキスタンタイなどに輸出された。昭和28年3月18日に、 ごした、ありがとうございます。